後半はラテン農家とかいろいろ出てきますのでお楽しみにしてください。それでは7曲目です。オリーブの吹き語りということで、言わずと知れたポール・モリアの曲ですね。ポール・モリアは指揮者でもありピアニストでもありチェンバロっていう楽器の奏者でもある有名な方ですよね。ヘジナとかのバックミュージックとかにも使われているようなオリーブの吹き語りですね。それから、ラテン音楽でベサベムーチョ8曲目ですね。情熱の国スペインで生まれた曲です。トレオロスパンジョの有名な曲です。それでは2曲続けて演奏します。オリーブの吹き語りとベサベムーチョ。Thank you.
ありがとうございます。それではさ、またもう一曲、アルゼンチンタンゴの名曲です。ラクパルシータという曲です。ウルグアイのロドリゲスが作曲しました。それからもう一曲、同じアルゼンチンタンゴ、黒い瞳という曲で、19世紀に生まれたロシアの民謡だそうです。2曲続けて演奏します。
ありがとうございます。はい、少し調子に乗ってきました。それですよね。はい、それではベネズエラの民謡でピカピカという曲をやりますね。ピカピカっていうのは君の影になりたいっていう意味なんですよね。君を立てていきたいなっていう、そういう曲です。作詞作曲、作曲者はちょっとね、不詳なんですね、わからないです。それから、いよいよラストの曲になってしまいます。早いもので、アメージングレースっていう曲です。アメリカ合衆国で最も多く愛されみんなに歌われた賛美歌です。それでは2曲続けて演奏します。
とても綺麗な声で歌っていただいて、私たちもとてもやりやすかったし、感激しております。それでは感謝の気持ちを込めて、ちょっと2曲用意しております。高校3年生、皆さん好きですよね、高校3年生ね。ちょっと難しいんですけど、頑張って演奏します。それから、ふるさと、両方歌って、それで終わりにしたいと思います。高校3年生。時間の都合で、帰ってしまいますけど。ありがとうございます。それでは長い間演奏を付き合っていただいてありがとうございます。高校3年生です。Thank you.
予定にならない。